はい、皆さんこんにちは、ロッツォでございます。今回からですね、こちらのゲームの実況をやっていこうかなというふうに思います。モンスターハンターポータブルサードの HD かな、PS3 版になっておりますということで、まあ、早速やっていこうかなというふうに思います。まあ、最近直近ではね、ライズが発売されておりますけども、私はねサードをやっていこうかなと。なんか探したらね、 PS3 の HD がなんかあったんで、これもやっていくかなと、やっていこうかなというふうに思います。オプションでちょっとまず音量調整をさせていただいていい？スタンダード音量これぐらい、 SE もこんぐらいでいいか。あんまり高いと俺の声がね、もしかしたら聞こえない可能性があるんで、画面効果、まあ、これぐらいでいいっしょ。はい、どれぐらいがいい？設定をゲームデータにセーブしますか。はい。うわ、この感じ懐かしいなはい、ということでやっていきましょうか。ニューゲーム、もうこの画面が懐かしいよね。サードはね、俺が中学の頃に発売したゲームだね。めちゃくちゃやってた。まあ一番やったのはあれなんだけどね、セカンド G なんですけど、あー特にないんで、新規キャラクターを作成していきましょうか。めちゃくちゃ久々だね。モンハンやるのが久々っていうのもあるけど。はい、ノッツォで OK か。タイプ、インナーの色か。インナーの色は、ピンク。これは、ヘア、髪の毛か。髪の毛アップ。髪の毛も、ピンク。変態になるが、フェイス？なんかごつい感じもいいけど、猫目、なんか2が2の方がシュッとしてるな。ん？手は、あ、肌の色か。あ、別に肌の色はこれでいいかな。ボイス何がいいだろう。こういうのって無限に決められるから困るよね。どれ、この顔に合う声どれ。12いいな。これちょっと高いな。123でいっか。よし、これでいこう。これで決まりです。チュートリアルから始めますか。何チュートリアルって。一応始める。今日このキャラクターをセーブしますか。はい、さあやっていこう。あー2つ、いやーセーブデータ3つあるんだ。いい、ちゃんとモーハンだね。そういうことでやっていきましょう。ゲームを開始しますか。はいはい。生きってるな。さあ、めちゃくちゃ久々だが、オープニングも結構長かったけど、始まりのそのこの初回のムービーもあるんだね。結構あれ、こんなんあったっけ、全然覚えてねえ。まあでも未だにっていうか、ムービーがさの画質の良さに俺ちょっとビビってるけどね。この頃から完成されつつあったのか。何、すげえ雨ってか、すんげえギリギリのとこ渡ってるね。視界悪いし。あれは、あーなるほど。うわ、危ねえのが近くにいるやんね。それは死ぞ。ジュラシックパーク並みの迫力。やるね。見向きもしてくれないっていうちょっと悲しいパターンのやつか。まあ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 、別にいいでしょう。
ジンヨーガがね、やっぱパッケージモンスターということで、俺ジンヨーガがめちゃくちゃ好きなので、いや、いいねって感じかな。さあ、やってく。来たか、ゆうくんも。温泉使ってどうのこうのっちゅうのあったよね。曲もいいし。うわー、この画面とかも懐かしい。ジンヨーガがいるって感じか。イビルジョー、あ、裏眼鏡か、左上のやつは。はい、来ましたと。これ集会所じゃね、これはね。はあ、俺がいる。このピンク頭は俺しかいないだろう。旦那旦那、湯加減はどうですか、どうでござんすか。にゃ、ゆくも温泉は最高の温泉でござんす。にゃ、あっしは集会浴場でドリンク屋を始めたものでして、旦那に伝言を扱ってきてござんす。村長さんが建物の外で旦那待ってござんす。温泉で一息ついたら会いに行ってくださいにゃ。温泉から出るにはまず四角ボタンで立ち上がれるでござんす。あ、ござんす、こっちの方に、番台があるから番台の前に立って四角ボタンで着替えてくださいにゃ。中大浴場の出口に行って四角ボタンで建物から出ることができるでござんす。めちゃくちゃ教えてくれるな。建物を出たら階段を降りたところに村長がいるでござんす。しっかり温まって疲れを取ってくださいにゃ。大将ありがとう。お、ノッツォ出るか。これ何の口なんだろうね。すごい、なんか歯型みたいになってるけど、作り物にしては割と怖いね。村長さんが建物の外で旦那を待っててござんす。温泉で一息ついたら会いに行って。お、了解。走るのどうやってやるんだっけ。あ、オッケーオッケー。集会所エリア出て、うわーうわ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 、初期装備にしてはめちゃくちゃかっこいいよね、ゆくもって。来た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 。全然覚えてねえわ。プーギーは健在ですか。なんかポータブルモンスターハンターやってる感あるね。あれ家か。いや、それにしても綺麗だな。オフライン集会浴場ということで、ノッツォさん行きましょうか。片手金からスタート。これはこれは、ハンター様、温泉はいかがでした。オラ村自慢の温泉でございますのよ。あらあら、自己紹介がまだでしたね。私がこのゆくも村の村長でございます。以後よし。この村は気に入っていただけたかしら。ギルドからお話を聞いておられると思うけど、あなたにはこの村のハンターになっていただきたいの。以前は村に訪れるハンターでなんとかなっていたんですけれど、最近は少々物騒でして、その話はまたいずれ。あらあら、忘れてましたわ。ハンター様にはまず訓練所に行っていただきたいの。そちらで初心者演習を受けてください。階段を挟んだ向こう側に家がございますでしょう。その横の道をさらに奥に進んでください。その道を進んで四角ボタンを押せばボタンのことの指示もあるってなかなか面白いよね。訓練に行けますわ。ぜひ一度教官さんのお話を伺ってきてくださいな。おおおおおお、待っとったよ。あんたが新しいハンターちゃんじゃな。あたしあの猫バーと呼ばれとるものじゃ。知っとるかい。アイユちゃんたちの仕事場を探してあげとるんよ。この子たちがのはお供になりたい有権いいハンターちゃんを探しとるんじゃが、あんたならいいじゃないけって村長ちゃんが言うてね。お供を雇えば一緒に暮らすのに行けるようになるけ。ハンターちゃんも寂しいない思うてね。お供を雇って、あんたが初めての旦那さんの場合、一度だけ名前変更できるけ、ええ名前つけてあげてね。おい、雇った子らはゆくも農場に行くけ、そこで世話してあげてな。了解。ゆくも農場と自宅にはお供の管理ができるお供ボードがあるんよ。そこから誰をクエストに連れて行くとか指示を出せるからね。あとな、お供は2匹連れて歩けるよ。
雇用は25匹までできるけ。友達を増やしてあげてんな。私の連れてくる子はいい子ばかりじゃが、あんたの希望の子はスカウトしてくることもできるんよ。どんなお友ちゃんを戦慄してほしいか。あ、お、かん、かん、かんじょ、え、ああ、お友スカウトから教えてくれたら希望の子らを探してくるけ。それだいたいあんたが1回くらいクエストに行って戻ってくる間に希望のお友ちゃんを探せるかね。優秀。まあまあ、お供スカウトの内容はいつでも確認できるし、変更もできるけ、気軽に言ってちょうだいね。最後にハンターちゃんには私からお供2匹をサービスしようと思ってね、好きな子をやり続けるってかも。おお、お供2匹分の装備はお供ボードのお供装備の中に入れておいたからね。ちゃんと装備させてあげてんだ。ちょうどか。訓練場ってさ、いや、チュートリアルだからこれ始めないといけないのか。初心者演習。教官、あんたの心よ。はい、うっす。武器の扱い、基礎訓練もこの辺なんかもう訓練終了。いいだろうもう。自宅に行ってこのラウンローリングの遅さは PSP と一緒か。お供ボードあるね。ん？あれ？雇用されてませんって書いてあるの。2匹サービスしてくれるんじゃないのか。これはオフライン。行き場所、訓練場。やっぱ訓練受けないといけない系ですか、これ。ちょっと待って。さて。あれ？なんかもういいっぽいね。あら、ハンター様、お帰りなさい。初心者演習はいかがでした？何も受けてないけど。あちらではいつでも初心者演習が受けられますから、何かわからないことがあったら教官さんを訪ねてみるといいです。はいよ。では改めてお仕事をお話入らせていただきますわ。あなたにはこの村のハンターになっていただきたいの。先ほど訓練場に行く途中に家がございましたでしょう。あそこを自由に使ってください。一軒家用意してくれるってめちゃくちゃ太っ腹よな。ほんと毎回思うけど、ベッドや人通りの武器や防具などハンター様に必要なものを揃っているはずですが、裏手からは直接、周回浴場にもつながっていますのよ。この階段を上がったところが周回浴場です。温泉に入ったり他人数向けのクエストを受注できますわ。逆に階段を降りたところにはお店があります。アイテムなら雑貨や武器や防具なら鍛冶屋をご利用くださいね。ハンター様にお願いするクエストについては私にご相談ください。大事なところからお願いしますわ。あとはこちら契約にあった支度金をお渡しておきます。道具やお友さんを雇うのに使ってくださいね。お話は以上です。ではそうですね、村の中を一通り見て回ってはいかがですか。村の子たちもあなたに興味があるようですから、落ち着いたらまたお話しください。カラメラクエストをご紹介させていただきますわ。おー、1500。雇うやか。雇うか。雇う。サービスしてくれるとか言ってたよね。半蔵めちゃくちゃかっこいい。第5バトソン取るね。あ、0円だ。バランス、爆弾とブーメラン。近接とブーメラン。半蔵いいね。半蔵雇う。いや、半蔵はこのままでいいっしょ。はい。で、もう一匹か。アキラ。アキラかっこいいな。近接と爆弾。標的大型優先。こっち、なんかワトソンもいいんだよね。まあ、色的に俺第5なんだけど、爆弾のみって書いてあるんだけどな。アキラ。アキラでいくか。いや、いいえ。これで OK。音も高っ。1500。おお、お話ししましょうか。これはハンターさん、これからよろしくお願いします。私はこの先にあるゆくぼ農場の管理を任されているものです。村長様からご指示がありまして、こちらの農場はハンターさんに自由に使っていただけることになっています。すげえ待遇だよな。農場にある施設は利用すればいろいろなバナハンアイテムが取れます。村の恵みやハンターさんの生活に役立ててもらえれば、そういう村長様の配慮です。施設を増設したり強化すれば一緒により多くのアイテムが取れるようになります。新しい施設の情報も集めておきますので楽しみにしてください。施設の続けについても私が窓口になるようご指示を受けました。
リクムポイントと交換で準備させていただきます。リクムポイントとは生産アイテムを納品すると集まります。ちょっと複雑なので詳しい内容はまた別の機会に説明いたします。農場のことでわからないことがあれば入り口にいるアイルに聞いてみてください。いろいろ教えてくれるはずです。それとハンターさんが宿ったオトマアイル、彼らが訓練できるスペースもあります。自宅と同じオトマボードを用意してありますので出撃の設定や訓練メニューの変更もできますよ。あと狩りの最新情報がつきまとめ回って月刊誌狩りに生きるをハンターさんの家に届けておきました。本棚に入れて、入っていると思います。お役立ちの情報が満載なのでぜひ読んでみてください。新刊も入手したらすぐに届けますよ。我々もハンターさんのお役に立てるよう頑張ります。どうぞこれからよろしくお願いします。いやこちらこそ。そんな中雑誌があるとは知らなかったね。ああいらっしゃい。あなたが新しく来たハンターさんよね。はじめまして、私はこの村で雑貨屋をやってるのよ。今までハンターがこの村に受注することは少なかったからまだちょっと品揃えに不安はあるんだけど、一通り必要なものは揃ってるはずだからクエストに行く前はぜひ立ち寄ってみてね。お役に立てると思うわ。これからよろしくね。うーす、買い物お、もう回復薬売ってんの早ない？買っとこう。薬草も買っとこう。まあ、あんまり使うとあれか。まあ、この辺でいいでしょ。おー、我見かけんかをやろうわ。もしかすると、あれが我が村に来た中、新しい班だっけ？そういや、村長のジョーちゃんがそんな話しとったの。村長のジョーちゃん。あうあう、なるほどなお。ええ顔しとるわい。わてはな、この村の鍛冶屋よ。ヒーフーは？もう何年になるかな。最近はなんとかっちゅうモンスターがうろちょろしよってからにハンターが減ったな。ほんとつまらん仕事ばっかりよ。なんたらってなんだ。素材を持ってくれ。いつでもワテが腕振るってやるけ。ワテにかかればどんな武具もお茶のこさいさいってもんよ。あうあう、まあこれかよろしゅう頼むわ。期待しょるで。あう、でこれ娘か。ふういらっしゃい。あなたが噂の新入りハンターさんで、今イグモ村はどこに行ってでもみんなあなたの話ばかりを人気者ね。私は隣の家具屋へ加工屋のおじいちゃんのお手伝いで武器や防具を売っているこの村の武器屋よ。既製品だからそう素材がなくても大丈夫、すぐに用意してあげるわ。まあその分取り扱いできる防具は限定されるんだけど武器も防具もとりあえず使えるものを用意してあるわ。武器を選ぶときは攻撃力に注意してね。同じ攻撃力でも攻撃の種類や武器カテゴリーで与えるダメージは違ってくるわよ。とりあえず一式揃えたいけど素材が足りない、そんな時にはぜひ来てちょうだいね。了解。もうええか。あーこれ音の武器が不入よ。よう来たよう来た。お主が新しいハンターさんであろうにゃ。ここは音の武器屋でござる、ごにある。音の武器とは読んで字のごとく音のアイルが使う武器や防具のことでごにあるよ。いやいや、それがしが作るわけではないにゃ。鍛冶屋もほらいきなりアイルの道具を武具を作れとか言われても困るで、ここにあるからにゃ。それが使用のな、それが死のような壮絶な武勇伝を持つアイルが鍛冶屋に助言をしてるで、ここにあるよ。お供武具を作るにはお金の他に短材と呼ばれる専用アイテムが必要になるで、ここにある。若者に読めるかの端材で、ここにある。端材か。そういえばさ、この端材バグみたいなあったよね。なんかこう売る直前に B ボタンを押してなんか売れてなくて、それを繰り返してお金をめちゃくちゃ貯めるっていうさ、ねえあったよな。まあそれ改善されててこれできないかもしれないけど、この端材とは簡単に申せばお主が自分の装備を作った時に出る素材の余りでゴニャるよ。詳しく知りたければ店の項目端材の説明を見るがいいにゃ。いぶし銀な話術でオトモ武具を作る基礎を説明してシンゼルでゴニャる。さてとこれより先お供武具が欲しくばこのもみじーに何度目聞くでごにゃる。待ってるでごにゃるよ。おい猫か。歴戦ね。お供をさちょっと見に行っていい？おー来た。さあゆくも農場か。川、何が何だか忘れちゃったな。これ虫か。これはツイザオ。これはあのさ、薬草系か。鉱山みたいなのあんのこれ。うん、あいるいるいる。すんげえ奇抜な色が。半蔵とアキラっていう。
まあお供は連れてった方がいいっしょね。お前の話はまあまあいいっしょ。さあお供選択選択で、ああオッケー、え半蔵これでオッケーで、お供装備はああ一応あるのはあるな。まあないよりはマシだからつけとくか。オッケー、行くぞお前ら、初陣だ。アイテム系はアイテム、ああるか。装備、あ装備変更できないのか。あれ自分の家じゃないと装備変更できないっけ。ほい、あーやっぱ家しか無理か。もう体験で行くわ。うわー体験も 初期の段階では攻撃力一緒か。はい来てました。クエストを受ける。差し当たって軽めのクエストをいくつか用意させていただきました。星1のレベルをご覧になってみてください。今ハンター様にお願いできそうなクエストはこちらでございます。おーなんかね、戦うやつの方がいいよね。じゃあジャギー行こうか。ジャギー行こうと。さあ初陣初めてのクエスト行きましょう。さあ初めてだね。邪魔するジャギーをは倒すべし。こっからジャギーが増えたんだっけ。おトライとサードがどっちが早かったか忘れちゃったんだけど、トライの方が後だよね。あどうだったか忘れちゃったんだが。トライもめちゃくちゃやったんだよね。サードこの猫なんだっけ。いい天気晴れたばかりって感じ。開始50分ということで、この辺のアイテムはちゃんとしっかり持っていきたいね。携帯焼肉セットは別にいらないような気もするか。この猫なんてな、あれ猫いない。何のための猫だったのあれ。じゃあ行きましょうか。切れ味ひでえなー。最後最後行こう行こう。ここってどこだっけ。おー久々に見る。これこいつがねライズにもなんか登場したみたいな感じだもんね。久々にね。でクエストの確認でジャギー5匹なんですけど、何がしたかったんだっけ俺。何がしたかったんだか忘れちゃったわ。まあ行こう。あここのステージの名前だ。マップの名前ってどこで見るんだっけ。まあいいや、ここに来て久々、おい溜め切りを食らわし、はい久々に勝っていく。この時はなんかかがんだ方が早いっていうシステムだったっけ。はい、生肉。あ、それはいいか。ジャギー倒そう。え、この虫なんだっけ。カメ。あー、これ今だったら環境生物として入手できるんだろうなって思っちゃうけど。おー、ジャギーいた。よしよし、買ってこう。うい。うっさい。オッケー。まあでも、多分、ジャギーの防具を作ることになるだろうから。こいつのね素材は集めていきたいなというふうに思いますが、お向こうにいるね。半蔵とかアイルーの名前でっけ。こんなでかかったっけ。今も変わらず、あそっちでやると剥ぎ取れないよね。大丈夫か。ギリギリいける。あいけるいける、えいけるね。ギリギリだねこれね。恐竜種の牙だとお前のねジャギーのあのじゃなくても取れるもんな。あと3体いましたが、ジャギーどこだろう。お蜂蜜あるの。とりあえず困ったら蜂蜜を取ってく。よしロイヤルハニー、しゃがんだ方が早いね。さあ蜂蜜を回収して、わロイヤルハニーしか取れなかった。さあ無害の虫は放置していくよ。さあジャギーかろう。こんにちは。1匹しかいないのですかい。
お父さんとお母さんはどこ行ったの？うぃー、オッケー。まあ、簡単だわな。あ、ジャギノスってこっちだっけ？じゃあ、蜂がさ、蜂に妖怪いたような気がする。ジャギーとか。まあ、こういうステージもあったな。お、フンあるじゃん。フン取っとこう。うわ、懐かしいな、このステージも。本当にね。いや、ちょっと、今のモンスターハンターの感じでいくと、A 長押ししても、取れないんだよね。ちゃんと連打しないと無理か。さあ、あとは本当にめちゃくちゃやったんだ。おお、めちゃくちゃいるやん。お兄ちゃんもいるわ。お兄ちゃんもいる。初手外していきます。ため切り弟に当てていかない。お、ナイス、オッケー、オッケー、オッケー。全然ダメだな。切ります。オッケー。あ、死んだ。弟やる前にこいつ剥ぎ取って、皮とかね、ちょっと多めに取っておこう。ナイス。お兄ちゃんの方からやるなんてお前ら優秀か。なかなかだね。爆弾一族。さあ、俺は鱗と皮を剥ぎ取って。このさ、なんかこれ鳩の声もう身近に感じる音なんだけど、マジで。うっつい、よっしゃい、これで大丈夫だろう。はい、剥ぎ取っていきましょう。あれ、蜂蜜だな。これ後で取って、クエストクリア中に取るか。ウィー、あ、目的達成しちゃった。1分あるね。まあ、牙しか取れないんだけど、多分鱗とか皮とか欲しいよね。はい、これで OK。 ガタガタですな。切れ味が。最後は蜂蜜をちょっと回収したいね。 OKOK。 こんな感じの蜂蜜もあったっけ。これ2箇所目だね。分かりやすいところに蜂蜜ポイントあるのいいね。大体3回か。あー、そっかー、もう網とか必要なんだもんね。そこら中に虫があるわけじゃないもんな。俺が直近でやったモンハンってやっぱワールドアイスボーンだからさ、やっぱその感覚が抜けないっていうか、いろいろとして探索しよう。まあ、ここはまあボス級の生物は生息しない場所だね。うわー、アイルーもいるか、野生のね。はい、ということでサードを久しぶりにやって一クエ目、クリアしました。素材的にはジャギー結構多めの方がいいけどね。まあまあ上々か。うわ、チビショって。おい、お前らユース中だな。のギャラリーに新たな映像が追加されました。ということで、ブルーファンゴも行っちゃうか、久々にね。いや、ちょっと時間が時間だけど、一旦ね、ここまでにしたいなというふうに思います。キークエとかね、まあ、全部やって、次のターン行きたいなというふうに思いますが、うん。いやー、ちょっと今回なんかもう説明が多いからなんかあんまりパッとしないかもしれないけど、まあ、久々にちょっと触れてみてね、楽しかったかなというふうに思います。まあ、今後もね、まあ、ちょこちょこ上げられたらなというふうに思います。いやー、モンハン楽しいな。まあ、ライズ買ったらライズの方もやっていきたいなというふうに思いますけど、はい、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録とね、高評価お願いします。それじゃあ、あれ、アクションってどれで、アクション、あれ、できねえ。はい、ということで、それじゃあ。